ことぶきみなこのパンパンマジことぶき。皆さんおはようございます。現在朝の5時50分ぐらい、6時ちょっと前ですね。なんで後ろ見えるかな、朝日がちょっとずつ昇ってきてるんですけども、私は今こちらにいます。ロンドンシティエアポートということで、約1年半ぶりぐらいに飛行機に乗ってスコットランドエディンバラに行ってきたいと思いますので、チェックラン。マジことぶき、わあ、みんないろんなとこ行くんだな。私はあの7時のエディンブラです。ワクワク。わあ、私はこれかな。朝日を見ながらフライトできそうです。わあ、テンション上がる。あー、行ってきます。ことぶき、イエーイ、無事にエジンバラ着きました。空港から今バスに乗ってですね、こんなリラックスしたバスに乗ってエジンバラキャッスルの近くまで行きたいと思います。空港からですね、なんだこの広大な敷地、いいお天気、やった。さあ、あと安心するテスコとかあるとエジンバラ降り立ちました。景色がやばい、すごい。あの奥に見える建物も超絶かっこいいし、緑もたくさんあって素敵なんですけど、その上にはなんとエジンバラキャッスルですね。楽しみ、訪れるの超楽しみです。マジことぶき。ホテルの階段がまさかのこんな感じで、ちょっと暗いかもですが、ずっとですね螺旋状に登っていくスタイル、もう昔の作りのまま残ってるんですね。途中から見える景色もなんというか趣深い。まさかね、こんなところがホテルになってると思わないですよね。ちょっとタイムスリップしたような気分で、宿泊できるのもエジンバラに来て良かったことの一つかなと思います。なんか昔の人のことに思いを馳せながら歩けるって素敵ですね。それでは開けていきましょう。どーん、すごい、なんかお土産みたいなのも置いてくれてるし、ちょっと待って、ちょっと待って、本当に本当にこういう昔の石の作りのまま、わーすごい、この部屋、なんといってもやっぱり目玉は景色でしょうか。うわー最高、こんなに晴れる日あんのかな、奇跡のようないい天気。わあ、エジンバラ楽しんでる、ありがとう。一体何なんでしょうね、このプレゼント、チョコかな、嬉しい。あ、なんかすごいずっしり重みが、何でしょうか。嬉しい、今食べたい。はい、ショートブレッド、
いただきます。うん、間違いない。